本日僕たちが見に行くのがこちらです。どーん、アラシーン。メニュー何するんですか？迷ってんの？おい出すなよそれ、おい出すなよ、これ出すなよ絶対。そんな、はい、おはようございます。本日は3泊4日東京 Vlog ということで、今現地がですね東京に来ております。ちなみに今回奥さんも来ているんですけども、奥さんは、今日何のが来たんですか？今日そうですね、12月14日本日っていうのは実は付き合って9年ということで、ちょっと あんまり赤の他人のふりしないでいただきたいんですけども、どうですか今日何のために来ました東京は？うん、ランキングメンバーシップの人ですね、あさって会うということ で、ちょっと前乗りして早めに来て、劇団四季見に行きたいなと思います。先ほど急遽着替えさせられております。スウェットみたいな格好でね、そんなんで劇団四季見に行かんといてって言われて、慌てて髪の毛もセットさせられて、あんたやったらできるから行っといでって言ってトイレにぶち込まれてですね、綺麗な格好させていただきました。で今が、時間が何時ですか？11時半ぐらい。劇団四季のアラジンを今回見に行くということで、1時半から行きますので、もうちょっと迎えてたと思います。本日僕たちが見に行くのがこちらです。どーん、アラジン。僕唯一アラジンの、ね、ストーリーだけは知ってるんですよ。いつも小学校の時風邪ひいたら見てたから。さて昼ご飯を食べましょう。昼ご飯、本日はそば切りに決定です。メニュー何するんですか？迷ってんの？冷たいの？冷たいの？天ぷらいつも迷うねんな、こういうの。もうそんなにだそうだね。これは持ってなかったらすぐ上にしようかな。これのあれですけども、エビ、エビ天丼一緒やね。一緒にしましょう。じゃあ今からアラジンを見に行ってきます。でも楽しい、ほんまにアラジンって楽しいよ。ほんま水いっぱいいるもん。わからんで、はい、行くよ。はい、はい、どうでしたか？めっちゃ良かったね。良かったね。ジーニーすごかったね。すごかったね。ジーニーすり鉢してたね。すり鉢してた、すごいね。もう僕の顔がこんだけテカテカなるぐらいね、非常に面白かったんで、ぜひ行ってみてください。ジャスミン、感想どう？私、ジャスミン？そうそうそう。いや、これからジャスミンで呼ぼうかなと思って、君のこと。ジャスミン、めっちゃ可愛かったね。可愛かった、綺麗やったな。笑い声とかめっちゃ可愛かったね。もうなんか、ディズニー映画のプリンセスそのままって感じ。笑い方とか。確かに。ちょっと、もうだいぶテカってるから、一旦ホテルチェックインしようかも。そうだね。うん、ホテル行きます。メロンパンゲットです。はい、おはようございます。ということで、二日目になりました。実はね、昨日なんですけど、僕もう、飯食わんと寝たんですね。あまりにも疲れつきとって、夕方7時ぐらい、夜7時ぐらい寝て、今日朝起きたの10時半でございます。お前どんだけ寝てんねんって感じだけど、ずっと寝ておりました。で、本日はね、何するかっていうと、本日オフデイなんですよ。なので、オフになるんですけども、まあ、何するかって言ったら、パソコン作業をカフェ行ってやりたいっていうと、結構メールめっちゃ来てるんですよ。だからメール返さんとやばいからメール返すっていうのと、あとそれ以外にあったら、お風呂の王様、サウナがあるんですよね。で、サウナ入ろうかなと思ってますので、そんな感じです。昼間からお酒、どうぞ。ちょっと僕はもう水にしておきます。美味しい。スパークリング。とシチリア産のアレンジ。
何店？シチリア産のオレンジ。オレンジ、うん、オレンジジュース。美味しい。オレンジ飲んでた。いいや、ポタージュが来ました。なんか限定であったの頼んでました。パンがうまいんですよ、パンが。どう？美味しいでしょ。おや、ポタージュ好きやもんな。この間ジョリーパでもあのポタージュ頼んだもんね。うん、美味しかった。あ、すみません、ありがとうございます。サラダランチ。これとあとパスタですね。美味しい。美味抹茶は初やね、うん、よかったやん。あ、きなすいません。はい、じゃあ、どうぞ。僕チョコ1と、チョコ、はい、抹茶いる？抹茶いる。あと抹茶1と、プレーン1と。よかった、楽しみやね、2日連ちゃん、ね、食べよう、早く。出来たてほやほや、ずっとパソコン作業してたから疲れたよ ね。夜まで今日はもう東京におるんかどこにおるんかわからんぐらいずっとカフェを。あ、うん、あ、怖い。いいよ。わあ。どう？美味しい？溶けてなくなった。あ、おいしい。うん、めっちゃ本当美味しい。疲れ飛ぶね、うん。メロンパンファクトリー、皆さんもどうぞ。ただこのね、踏切がね、あの東京一開かないと言われてる、まあ、勝手に僕が言ってるんですけど、踏切なんで、あの上渡るかなんかしてね、僕らは昨日ここで10分ぐらい待たされました。あー、また来てる。なので皆さん気をつけてください。バクバク食べてるけど、晩飯食われへんくなるよ、この後。お友達と会うんやろ。うん、ゆっくり。今日友達にも勝ってんな。うん、友達の分も。うん、よかったよかった。今日晩飯はバラバラですね。はあ、うん、で、今から晩飯行きます。嫁蔵がなんか友達とご飯行くって言ってたんで、僕は一人でご飯行きたいなと思います。こういう時ね、皆さんはどうされますか？嫁が、なんか見知らぬ土地で友達と飯行く、そして旦那は一人になった。そう、そういう時は、こういう時は楽しみなんですよね、皆さん、どこに行こうかな、飯は。どうせならね、嫁蔵が後で見返した時にね、うわこんなとこ行ったって言われるようなとこ行ったろうと思ってますので、逆や。なんかね、お寿司屋さんがあったんですよ。評価高めやって、この大井町ってそんなにそんななんか高い高額なとこってないので、結構安心してね、行けますので、そんなとこ行ってみましょうか。ありました、ありました。こちらです。そう。一人なんですね。ごめんなさい、すべて満席なんですね。わかりました、支えてます。はい、残念。そんな人気ですか？ちゃうとこ行きますか。一人なんですね。はい、来ました。美味しかったですね。特にアナゴが美味しかったんですけど、今から嫁蔵ホテルから行けると思うんで、寿司食ってきたよってちょっと言いたいなと思います。いいなーって絶対言うでしょうね。よいしょ、行ってきたよ。どうだった？え、どうだいいな。お寿司。あら、明日お寿司なのに。あ、いいの？いいの。タンパク質とかも食べてきたの？評価高かったところ見せてくださいや。めっちゃうまそう。マグロ、イカ、エビ、うなぎ、エビ、でっかも美味しかった。あ、アナゴ美味しかった。めっちゃ、なんか評価も高かった。玉寿司っていうところやけど、歩いて行けるところで。じゃあ土曜日昼帰って食べてから帰るか。
はい、それでは、お風呂に入ってきました。お風呂の王様ってね、大井町にあるんですけども、そこね結構なんかいいんですよ。でホテル泊まってる人はなんか500円で入れて、普通料金やったら1500円ぐらいかかるんですけど、ぜひぜひ行ってみてください。だいぶ整いました、サウナ3セットしてね、整って今から僕は寝たいなと思います。時間がですね今7時51分、夜の7時51分、だいたい僕この時間はもう寝る時間なんで、そろそろ寝て、嫁は多分10時ぐらいに帰ってくると思いますので、また明日お会いしましょう。明日がねいよいよ本番ですので、明日のメンバーシップの飲み会のために、今日はゆっくり寝ようと思いますので、おやすみなさい。はい、おはようございます。3日目ということで、とうとう今日がですねこの来た理由なんですけど、メンバーシップの人と会うということで、今からは午前中はねちょっと仕事したいなと思うのでカフェに行こうと思います。なんかずっとあれですね、エレベーターのシーンばっかりやけど申し訳ない。はい、それでは、編集してきました。今がですね11時ぐらいですかね、頑張ったんで、一旦ホテル戻って昼ご飯多分食べに行くと思うので、嫁を迎えに行ってって感じになるかなと思います。ちょっとコーヒー飲みすぎて気持ち悪いですね。カフェ飲むか。飲んだ。ナイス、ありがとうございます。褒めていただいて。お待たせ、行こうか。きっちり今の動画撮っております。何分待ってもプンプンの下りもおい出すなよそれ、おい出すなよこれ出すなよ絶対そんな言ったら消した。そんなお口の悪い出すなよこれ絶対ネタで言ったやつネタね、あ、これ3回だよ。じゃあ今からどうぞ。いや、今回の動画めちゃくちゃエレベーター内のシーン多いんけど、エレベーターで過ごしてるかなと思うんだけど、今から昼ご飯食べて、はい、ちょっとマッサージね、はい、昨日最後僕ら2人も14時間ぐらいぶっ続けですから、はい、ちょっとリラックスして皆さんと会いましょう。皆さんと会う時にほんまに顔使われてたらどうしたんですか、嫌やったんですかって言われて困るから、隣の大森に行きましょうか。やってるね。行きましょうか。それ何？カモセイロ。カモセイロ。うわ、めっちゃあったかそう、美味しそうね。カモセイロ。いただきます。匂いこっちまでしてるね。うん、おいしい。おいしい。はい、それでは夕方となりました。今からですね、こう撮りますよ。麻布十番でシースーっていうあの芸能人でもやってるあれをね、僕ら初めて麻布十番なんか行くからすごい実は行きにくいとこやったな。なんかタクシーとかが多分主流なんちゃうかな。あ、場所だね。うん、で、麻布十番に行く前に何十番に行くの。今からメロンパン十番。メロンパン十番に何しに行くの。まだメロンパン、3日連続メロンパン買うの。うん、1個ハムとしよう。もうメロンパンファクトリーの人も覚えてくれとったやん。昨日のもんでね。あ、これあの有名な昨日言ってたやつね、開かずの踏切って言ってたやつ。なんでもうこの時は諦めちゃって、歩道橋を渡っていただいた方がまあ後々いいかなと思います。やっております。そう、ご飯前やねんな。ご飯前なんで1個2人で分けます。ごめんなさい。すいません、ありがとうございます。どうも、焼きたてのやつめっちゃ美味しかった。うん、まだ完全そんな時間が経ってないの。撮ってないよね。撮ってる。買いました。出すなよ。出すなよ。嬉しさのあまり。ちょっと前行きました。初にシャワーですけど、どうですか？うん。なんかそれ、そう思ってるからからしなくて、品のある人が多いイメージ。何の写真を撮ってます。確かに。もう多分すぐそこやから行きます。どこだ。山田。あ、ここじゃない。あ、あったよ、ここや。
めっちゃ通り過ぎてた。ありがとうございます。お願いします。はい、チーズ。はい、ということでね、行ってきました。非常に楽しかったよね。楽しかった。なんかまあ今回初めての人もいてたし、2回目の人もいてたし、何回目の人かもいてたりしたけど、やっぱりいつもさ、こう温かく見守ってくれるやんみんなね。うん、だからさ、こういう人と会ったりしたらさ、また頑張ろうと思うし、いつもありがたいなと思うし、別にメンバーシップの人もそうやけど、それ以外の人でもそう思ってくれてる人多分いてると思うし、あの、あれの人とかね。そうそうそう、だからほんまにな、改めてこう感謝を感じるタイミングっていうか、また頑張らなあかんなと思うんですけど、それ4日間ね、このために来たっていうか感じでよかったなと思います、うん、いいですね、うん、はい、じゃああとはもう明日も帰るときかな。そうだね、とりあえずまあ僕らは今からコンビニ寄って水買って、じゃあもうゆっくりして明日帰るって感じだよね。はい、はい、じゃあそれでエンディングとかそこで。はい、ということで、戻ってきました。お帰りということで、せーので、ビヨーン。はい、まぁ、ちょっといつもと違うエンディングなんですけど、ちょっと年末の締めなので、こんな感じで最後振り返って終わるかなと思いますけども、どうでした？この1年。この1年？あんまり内容ないからバッサリカットするわ。1月のね、オフィス移転とか、はい、これ1月に実は来てる。ああで、ね、自宅も、引っ越して2月に引っ越して、うんうん、でその時に秋田に行かせていただいて、超高級 の、 あの、うん、宿行ったりとかして温泉入ったり、あと3月に山形行って47都道府県制覇したりっていうことで、うん、いろんなことがありました。で5月にはポップアップ、開催させていただいて、このオフィスで初めてねさせていただいたりだとか、あとまあ滋賀に、旅行に、誕生日旅行かな、うん、2泊3日で行ったりとか、うん、で8月はあの伊豆白浜の方に、うん、あの温泉じゃなくて海水浴行ったりとかしましたね、うんうん、で9月は北海道、うん、ツーリング、あの嫌いじゃないですけど、僕は日本、一周回ったり、あと10月ハワイ行ったり、うんうん、ということで、まあ、いろんなことさせていただきました。まあ、これで一応年内の最後の動画 Vlog としてはなると思うので、君の出演も最後だと思うんですけども、うん、なんか伝えておくことあります？なんか伝えたこと、大体こういう時ありがとうございましたとか言うのよ。1年ありがとうございましたとか、1年ありがとうございました、ありがとうございました、また来年もお願いします。お願いします。来年はじゃあ一応初詣からスタートっていうことですかね。うん、で来年君にもいろいろ目標があると思いますし、僕は僕でちょっと海外とか、上半期でちょっとロサンゼルスには行きたいなと思ってるので、はい、またそんなことで Vlog も出すと思うし、まあ、いろんなことやると思うんですけども、またこれからも夫婦ともどもよろしくお願いいたします。ということで、2023年、皆さんお世話になりました。ありがとうございました。Try to say goodbye.